技術流出防止策、軍事利用可能な最先端技術の漏洩防止のため該当者に資格付与などを提言、自民党。軍事にも利用できる最先端技術の機密情報の漏洩を防ごうと、自民党はこうした情報を取り扱う人に資格を付与するよう求める提言を菅官房長官に提出しました。自民党の甘利税制調査会長ら知的財産戦略調査会のメンバーは22日総理大臣官邸を訪れ、菅官房長官に提言を手渡しました。提言では、日本が科学技術を最先端レベルで維持するためには海外の研究機関などとの連携強化が不可欠だとする一方、機密情報が漏洩しないような管理が求められるとして、最先端技術の情報を取り扱う人には資格を付与するよう検討するべきだとしています。また国内の大学や研究機関でも情報流出を未然に防ぐことが大事だとして、外国人研究者や留学生を受け入れる際の審査の強化に取り組むべきだとしています。これに対し菅官房長官は、こうしたことをやる人には人も予算もいるし組織が必要だ、提言を踏まえて前向きに取り組んでいきたいと述べたということです。調査会の幹事長を務める山際泰志郎衆議院議員は、技術というものは人に付随するので、技術へのアクセスには何らかの資格要件のようなものが必要だと述べました。以上が記事の内容。ここからは試験になる。何もしないよりはマシだが、先端技術者に資格を付与したところで漏洩を防止できると真剣に思っているのだろうか。とてもじゃないが、スパイ防止法に勝るものではない。新たな機関を作って天下り先を増やすだけになりそうな匂いがプンプンする。情報を狙う側は金はもちろん、ハニトラや脅迫などあらゆる手法で接近してくる。機密情報はどこにあるかわからないのが一番安全なセキュリティであって、法律で資格がないと扱えないと決めてしまうと、資格を持った人間をトラッキングするだけで簡単に機密情報にたどり着くことができる。今やスマホの個人情報でかなり正確にトラッキングできる世界になっており、それに拍車をかけるだけのザルな法になってしまうだけだろう。逆を言えば、スパイが正当な手段で資格を得れば堂々と情報を漏洩できるということになる。スパイ防止法という名前などどうでもいいが、漏洩させた人間には極刑に値する罰則をもって償わさせる法律を作るべきだと思う。いつか必ずそのような法が必要な時代がやってくるなら、早めに法制化しておくべきだと思う。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。